どうも、このまるです。きたろです。いや、あのさ、今さ、知ってた？無印良品のさ、あれ、良品って、なんか、すごい安くなる習慣あるよね。無印習慣みたいなやつかな。ああ、無印良品習慣ね。あ、そう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 。あれ、なんか利用したいんだけどさ、なんかおすすめないですかっていう。もう無印なんて何でもあるからね。いや、そうなん。まず私そもそもその習慣入る前にプリンター代買ったんで、マジでキャビネットみたいなの買ったんで、ちょっと、あ、買ったんだ結局。もう買ってしまった。もう買ってしまって、うん、もうそれはまあもういいやっていう感じなんだけど、悔しいからなんか買いたくて。てか結構な買い物だったに、ちょっとあれだね、まあ考えない方がいいか、そういうのはね。そう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 、なんかさ、その書類周りの整理のやつも知りたいし、あとなんだろう、なんか私もう家に来て、誰かさ、こんまりさんみたいな人来てほしいんだ、私も。ちょっと掃除じゃん、そのか片付けみたいな、ときめくみたいな。そうそう、ときめくときめかないみたいな人来てほしいんで、マジで。いや、そうやつ、ときめく基準は自分しか知らんから、それ。とか、あとは単純にさ、無印だったらさ、その美味しいおやつとかさ、カレーとかさ、いろいろあるじゃん。あるね。ご飯ってか食べ物もめっちゃね、充実してるもんね。ね、そうそう、多岐にわたるからさ。てか本当だよね、いろいろあるね。なんかさ、いろいろ教えていただきたいなと思って。確かに。かちょうど、本当にちょうど、なんか YouTube でさ、サジェストされるじゃん、なんかおすすめの動画みたいな、うん、それで無印良品週間だから絶対買った方がいいアイテムみたいな動画見たんだけど、ちょうど昨日。え、それはさ、どういうやつ？おやつ系とかなんかさ、あるじゃん、いろいろ。もういろいろ、例えば調理器具とか、あとは普通になんかそういう家具系もだし、食べ物系もだし、その動画の人はすごい30個ぐらい全部バーって畳みかけてくれて、気になる、見たい。そう、いっぱい出てくるよ多分調べたら。え、ちなみにキータラさん的になんか1個あげるとしたら何がいい、おすすめなの？ね、なんかジャム用のスプーン。あ、え、なんかそう、ちっちゃいやつ、シリコンみたいなやつ。あ、そう、シリコンでなんか先がとんがっとって、すごい瓶の細かいとこまでなんかもう取れるみたいな。あー、きわ、いいね。そう、なんかそういうさ、かゆいとこに手が届くみたいな、もうめっちゃあるね、からの印って。そう、それはいいなと思った。わ、いいね。欲しいね、一生ヌテラだから、うちなんか。やめてよ、俺もなんだから。ヌテラに会いようよ、マジで。あー、そうね。わ、いいね、ちょっと調べてみるちゃ。じゃあ今日はミッションミッションのエピソード10の2について話していきます。まあ、前回まではチーム D のステージのパフォーマンスの感想とか、あとはエイキさんがなんかチームワークこうやってビルディングしていくんだっていうさ、なんかお手本みたいなのがすごいとか言ったりしながら、見てったけど、まあ、こっからね、チーム E や、まあ、あとは順位の発表もあるから、ちょっとどこまでいけるかっていうのもあるけど、ちょっと進めていきたいなと思います。でさ、ちょっと先見ていきたいんだけど、なんかその前、うちら雑談かな、どっかでさ、この今回のステージ衣装、なんかちょっと爽やかなさ、やつで、で前は割とさ、パーカーとかなんかそういうイメージちょっと強かったからさ、なんかさ、キータロさん教えてくださったんがさ、衣装今回 GU で揃えてみたいなやつなんでしょ。そう、なんかそういうの見つけたんよね。ね、なんかこうやってさ、GU でいろいろなんかコーディネートみたいなの、すごい結構統一されとってすごいね。ね、そう、結構ね、バリエーションあるっていうか、カラフル、結構色味、なんかこの BMSJ のオーディション系でさ、こんな色味なんか使ったことあったかなと思うぐらい。いや、そうだね、結構なんかカットソーとかさ、なんかね、なカットソーをパーカースーツっていうイメージが多かったじゃん。なんかこうレイヤードと重ね着とかさ、いろいろしてて、でしかもさ、人数結構多いのにさ、衣装用意しててすごいよね。ね、そうそうそう、なんか割となんかスクールボーイっていうか、結構ちょっとね、カジュアルな、なんか学生の休日みたいな感じで、なんかいいよね。いや、わかる。スクールコンセプトなんてさ、一生好きだからね。ね。で、チーム E なんだけどさ、チーム E はチーム E で、またクオリティがすごい高くてさ、なんか特にさ、なんかラン君、本当に安定感、なんかよりすごくなった気がしたし。そうだね。ね、やっぱさ、ほら、BMCG フェス出たからかな、みたいな。なんか、あるじゃん。いやー、でもそう、本当そうだと思う。あの気持ちの中でもなんかね、スイッチ入ったっていうか、本当そんな感じがパフォーマンスには表れてたよね。うん、
まあでもよくよく考えば普通にすごいよね。だってさ、トレーニーとしてもこうやって出れるっていうのはなんか他の人からしたら、うん、特にいろんなさこうなりたいっていう人からしたらめちゃくちゃ羨ましい環境だよね。そうだね、確かに。そりゃあさ、生徒くんと海流くんもさ、うーんみたいな、うん、出て俺らもみたいになるよね。つねり合いながらね。そう、つねり合いながら。めっちゃ可愛いよね、本当に。めっちゃ可愛い。でもそうだよね、だって一緒にオーディションをさ参加してるね仲間がステージ出てるって確かにそうだよね。悔しさっていうかね、まあね、頼もしさっていうか、なんか誇らしさもあるだろうけど悔しさもあるよね。うん、いやそうよ、うん、てかなんだろう、世の中のさその練習生かなって思ってる人たち全員羨ましいと思うよ。大きいステージ。いやー、まあでもそうだよね、なんか、うん、なかなか立てるねものじゃないもんね。いやそうよ、で富士山のふもとでさライブなんか歌ってみたいよね。歌えよって感じだよね。勝手に。いや勝手には歌えるけど、あんな大きいステージはね難しいよね。いやそうだね。あんなさ、あのライブカメラみたいなんでさ、富士山付近をさ見守ら、なんかいろんな人から見守られるみたいなこともなかなかないしね。懐かしい、そんな話あったね。なんかライブビューイングみたいな、なんかなんていう、富士山を映すライブビューイングだっけ。そう、ライブカメラみたいな。ライブカメラみたいな、あったね。なんか雲をどかすんでしょ、みんなでふーってやって。ふなんかねいいよね、うん、うん、だしそのランくんも驚いたけど、やっぱ私今回めっちゃ驚いたのが生徒さんがさ、うん、まあ、社長にももちろん褒められてたけど、なんか明らかに歌声がさ安定しててさ、成長したって勝手になんか、ね、なんか嬉しくなっちゃってさ、うん、いやでもほんとそう、うん、めちゃくちゃ感じた生徒くんもね。で社長もね、生徒どうでしたって言った後、まあ、生徒さん的には、まあ、正直、まあ、その期間この期間本当自分のメンタリティの部分とすごく戦ってきていて、本番うまく自分が出せなかったりとか、自分の例えば緊張とかに勝てないことが多くて、初めてステージを楽しめた気がしました。そしてこのゲッダウンを踊っている途中に本当にみんなの顔をすごく見たりもしたんですけれど、めちゃくちゃいい顔をしていて、公平とか練習で見たことないぐらいのクールな顔とかめっちゃ楽しんでるし、みんなすごくこのステージを楽しんでるなと思って、すごく個人的にもワクワクしてテンション感もすごく上がって良いステージにできたかなと思います。まあ、生徒さん自身も何よりも楽しかったっていうのがいいのか、緊張しながらも明らかにちょっと前と違う感じだったんかな。で社長がね、生徒の声の良い成分というのが特に最初の歌い出しのところとかすごく魅力的な部分が全開に出ていたと思うし、歌だけでなくやっぱりダンスもここに来てリズムを体で取るというただそれだけのことがすごく上の段階に行った感じがします。生徒もみんなの良い顔の話をしてたけれど、他ならぬ生徒自身もすごく良い顔をしていらっしゃって、それはすごくやっぱり見ている側ワクワクするよね。素敵なパフォーマンスでした。生徒さんって割と顔でさ 歌うタイプのさ人だけどさ、うん、まあ、さらに良い顔、その自信に満ち溢れたキラキラした顔っていうのがステージにも出てたっていうやつだね、社長的にも。いや本当になんかそうだね、なんか終わった後の表情もすごい晴れやかで、なんか達成感に満ち溢れてる感じがしたし、あとそのいろんなさ他のメンバーの表情もさすごい、例えば浩平くんがとか言ってたじゃん、そういうのもさなんかなんて言うんだろう、ちゃんとそういうの見れる余裕もあるっていうか、ちゃんと緊張だけじゃなくて楽しんでるからこそ、うんうん、他の人の表情も分かったりとか、いつもと違うなとかさ、うん、うん、気づけるっていう、やっぱステージングにもどんどんなんか良さっていうかね、うん、余裕も出てきて、なんか生徒さん自身も楽しんでていいよね。ね、いやそうなん、あとさもうなんかあれだよね、あの次に進むさ発表の時の時に結構社長がね生徒さんに対してなんかいいこと言ってたなっていうあれだよね、うんうん、あれあれあれそうだね。で次隼人さんなんだけど、まあ、隼人さんもねやっぱりまあ楽しかったっていう気持ちが一番あるけど、まあ、何よりもこの課題曲が、まあ、自分が今までやってきた中でもかなり難しい曲、一番なんなら苦手とする曲、うん、だったから、まあ、この練習を通すことによって、まあ、成長できたことがすごく分かったと。だから今後もっとこういう歌歌ってみたいっていうところとか、歌の興味とかダンスに関しても持てたっていう感じかな。なんかいろいろな発見をこの課題曲を通して、でチームこの1チームでできたっていうことかな。うん、うん、まあ、前回の課題が
今まで習ってきてたガールズのダンスとかの要素が多分まだちょっと少し癖として少し強く感じるから、それがもっと馴染むというか、なんかあれだよね、その社長の中でなんか逆転してたら、バランスがちょっと逆転したらちょうどいいかなっていう感じだったから、なんか良さを生かしつつもちょっとゲットダウンとかそういう曲を通して歌い方変えたりとか、なんか振りの雰囲気とか変えたりとか、いろいろ研究してったんだろうね。でも大変だろうね、実際やったらね。ねえ、やっぱ自分の得意としてるものって染みついてるから、うん、今までさ、そうやってね、意識しないで自分の強みを生かすようなダンスとかを多分してたんだと思うけど、うん、それをなかなかね、ねえ、直すって言ったらあれだけど、ねえ、なかなか難しそうだよね。難しいよ。オーマ頑張ったね。オーマ頑張ったってか関係ないけどさ、なんかどこのシーンだったかな、なんかまた合宿再開したか、その再開前だったかな、なんかオーマとさ、なんか直也くん一緒に寝てますみたいになったよ、ね、あれなんだった、なんか朝起きたらすごい顔つけてうわーってなるとか言って何言ってる、そうそう、みたいないや、ベッド一人一つ与えられとるやろうと思いながらしかもさ、そのベッドの大きさ分からんけど別に大きいわけではなさそうだしね。うん、いや、なんか仲良しだなと思って可愛いよね、あの二人ね、あの二人可愛いなんか雰囲気いいよね、あそこの二人なんかね。そう、なんかあの二人いることによってなんかまたね、うん、面白い雰囲気になって、またちょっと違ったカラーになるからいいよね。うん、いや、ほんとそう、ほんとそう。で、まあ、話戻して、まあ、社長的にも素敵なところが本当にいっぱい積み重なった数分間でしたっていうとこと、あとはあのウインク本当自然にやってくるけど、なんかあざとく映らない、本当にパフォーマンスとしてちゃんとコントロールされてる、自分の中の感情とやりたいこととやれてることがコントロールされてステージができてるっていう、まあ、2ヶ月とはいえたかが2ヶ月だと思うけど本当に大きく変わったと思いますと。でダンスも上手くなったっていうとこと、あ、あれだ、リョンリョン流みたいな やり方がさ、なんとなく社長がわかるから、うん、なんかそれを実際にこういうところは言われたんだろうなっていうところを丁寧になんかやってるんだろうなっていうのがすごくステージを見ててなんか伝わってきてたんでしょ、うん、私これ聞いた時、え、練習風景までわかんのと思ってさ、怖いよねすごい見透かされてるかって、なんかちょっと怖いよ、やってる方は怖いよねだってさ、だって、いや、これさ、やってるからいいものの、ちょっとサボっちゃったなみたいな期間があるとしたら、まあそんなこと普通ないと思うんだけどもちょっとなんか乗らない、気分乗らないなっていう時とか出ちゃうってことでしょ。うん、怖いよね。怖い。まあでもちゃんと触れてくれてるってことはちゃんとできてるし、そういうのが伝わってくるからプラスの面で言ってくれてるんだけど、うん、でもちょっとハッとさせられるっていうか、ドキッとしちゃう。いや、そう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 、すごいなんか透けて見えてんのみたいな、なんかどうなってんの目みたいなしかももっと言うと、こうそういうさ、もしさ練習あまりやれてないんだろうなっていうのはさ、社長多分言ってこないよね、あんまり、あんまりこうすごいうまいこと言ってくるだろうね、きっと遠い感じで。そうだね、あ、ストレートには言わなそうだよね。言わない言わない、うん、恐ろしいよ。おわ、恐ろしい。で次ランくんが、でランくんはやっぱりまあ楽しかったっていうところ、あとはみんな本当に無邪気に踊ってちゃんと届けていてって、まあそれにすごい自分も感動したし、あとはその私好きだったのがさ、その自分がいるべき場所はここなんじゃないかなと自分でも感じるぐらい、まあ、このパフォーマンスが楽しかったっていうところが、なんかそれやっぱさ、 BMSG フェスに出ての感想を聞いてからのこれはなんか、うん、ああよかったねってなるよね。なる、まあいろいろ思うことはねあったと思うね、あの BE:FIRST のステージを見たりとかさ、やっぱり仲間たちのステージ見ていろいろ思うことがあって、でもやっぱここ自分の居場所かもって思えたの素晴らしいよね。うん、まあ、あとはさらにさ、その自分たちの チームだけじゃなくて、まあ、その D チーム E チーム2つとも良いパフォーマンスができていたと思うっていうところも、なんかそのなんだろう、主的なさ主うん、なんかその感じ、リーダー的な感じがすごいいいなと思って。そうだね、ちゃんと客観視っていうか、全体、自分たちのチームだけじゃなくて全体、このボーイズの全員のことを見てるってことだもんね。うん、まあやっぱりミッションミッションは言うても、特に一番最初の方なんてやっぱランくんのためみたいなところ絶対あるじゃんね。うんうん、なんかそれに気づけてるからこそ出てくる発言なのかなと思って。うんうんうん、そうだね。で社長的にも、
まあ、すごい素晴らしいパフォーマンスだったっていうところと、やっぱり時にパフォーマンスで周りを引っ張れる瞬間もあるし、まあ、きっとだからこそ人のパフォーマンスで頼ったり甘えたりする瞬間が出てきてるっていうことも嬉しいと、まあ、それが結構あれな違いなのかな、まあ、だから頼り合えるチームって強くなるから、なんかそれがちょっと見えそうってことなのかな。だからチームを作っていく上で、なんかラン君に多分もうちょっとこうしてほしいなって思ってたことができるようになってきてるねっていう、うん、ところか。でさらに純粋に歌もダンスもまだ伸びているしってなんか社長連続で言ってない、ランクに関してはそうだね、結構伝えてくれてるねそうそう、めちゃ伸びとるやんみたいなね。でも実際確かにっていうところはある。そうだからなんかそうだね、本当になんか全てがプラスになってってるっていうか、その多分意識の中で意識したことが多分周りを見ることにつながって、それが結果パフォーマンスにもつながってっていう、うんうんね、だからランク多分結構ここっていうことが多かったのかな今までは、もしかしたら、うん、自分のパフォーマンスについてっていうところがもしかしたら多かったのかもしれないけど、社長にとって思ってたのが。だけどなんかどんどん周り見えたことによって相乗効果が生まれてる感じだよね。うん、そうだね。あとは社長的に、あと集中することかに関しての完成度は、まあ、今まで見た中でも今回が一番素晴らしかったと。でまた成長を聞きてるんだろうなっていう感じるっていう。でその後、まあ、選考、まあ、審査のところだよね、社長とマギーさんとサキコさんが、まあ、3人中心なのかな。うわー、なんかさマジで関係ないこと言っていい、カンカンのクッキーめっちゃ気になるわ、超美味しそうちょっと待って待って、関係なさすぎてびっくりしたんだけどいやなんかカンカンのクッキー最近いいなと思って、なんか食べたい。カンカンのクッキーって美味しいよね。いやそうなん、カンカンのクッキーって美味しいよね同じしかもなんかむやみに缶取っときたくなるよね。わかるわかる、捨てられんよねなかなかね、なんかに使えそうみたいなそう、ディズニーのやつもそうだよね、わかる。いやほんとそう、うん。で、まあ、3人集まって、いや審査ちょっと腰重そうなんで嫌ですねとか言ってだって社長終わった後椅子座ってもグダーってしたもん。まあ消耗するとか言ってるしね。で社長がこれは難しい問題だけれど1週間合宿して何かが決定的に伸びるってタイプの状態ではない感じがするんだよなってなるほどね、やっぱ成長の度合いとかね。そうそうそう、うん、面白いね、その未来が見えるってことでしょ、なんとなくこの今の感じで。もちろんこのタイミングのことでしかないんだろうけど、やっぱこのタイミングで見せなきゃ意味がないところだしね、そもそも。うんうん、そうだね。で、まあ、みんなの前に社長が出てきて、まあ、ちょっとお待たせしちゃってすいませんとか、今回は10名っていうところも発表して、まあ、2人残念ながら脱落っていう形になると。で1人目から名前呼ばせていただきます。で直哉さん、いや直哉さんさすごいよね、2回連続でね、びっくりした。いやね、1人目っていうね、なんかすごいよね、マジで。そうだね、だって今回も多分特に説明はなかったけど、多分順位的なことと思ってもらっていい感じだもんね今回もね、うん、うんうんうん。で社長が前回も一番先に名前を呼ばせてもらってしまってるので、2回連続で名前を最初に呼ぶというのはちょっと意味を持ってしまうと思うんですけれど、それに値すると思ったので呼ばせていただきました。パフォーマンスの何が素晴らしかったって、やっぱりずっと途切れないというところが本当にすごく大事なことで、やっぱり難しいコレオグラフとか難しい歌ってなったら、それを終えた瞬間ってやっぱり気が緩んじゃったりとか、それが来る前ってそこのことを考えちゃったりとかすると思うんですけれど、パフォーマンスしている間ずっと感情の流れが曲の中でできているので、それはもうプロフェッショナルだなと思いました。でただそれができているだけではなくて、積み重ねてきた歌とダンスの純粋なクオリティというのもすごく高いレベルに仕上がってきているので、とてもこれは期待およびそういうのはすごいことなんだよと、改めて声を大にして言いたかったので呼ばせていただきました。いやー、だからもうだから社長がさ、本当にミッションミッション通して探してた人材みたいなところだよね。いやー、そっか。え、だってそうじゃない、だって最初からやっぱ高いクオリティのものをグループとして見せたいってなってるからさ、うん、なんかね、完成度がクオリティ、歌ダンスだけじゃなくてパフォーマンスとしてさ、なんかちゃんと見せられる、集中力途切れさせずだからですねそうだね、確かに。わあ、なんかそう、面白いね。いやいいよ、だってな、直哉さんさ、よかったね頑張ってきてて。
やなんかさ、ちょっとぶっちゃけると正直な話、何て言うんだろう、最初直也くんみたいな方、結構可愛らしいアイドルっぽい顔の方でさ、うん、ビジュアルだからちょっと BMSG っぽくないなってさ、最初に一番最初にミショミショ見た時に思ったのね。何ならそのマーゼルを見た時に、うんうんうん、でミショミショ見ていくうちにさ、どんどん直也さんのさ素敵なところが分かって、でさ、これって1位を1位ってか一番最初に呼ばれたじゃん、2回連続で、うんうんうん、なんか面白い展開だなと思って。いやー、ほんとそうだよね。ねえ、直也さん嬉しいだろうね。だってさ、何回もこういう褒められるっていうかさ、これで間違ってないんだよって、まあ、結局言われてるのと一緒じゃんね、社長に。うん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 、なんかその度にさ、ちょっとうるってきてたけど、だからってことはやっぱりすごいさ、それに感動してるというか、あ、本当に良かったんだって思ってることじゃん。でも今回はそこまでこう、うるっとしてる感じじゃなくて、なんか少しずつなんか自覚とさ、なんか自信も芽生えてきたんかなと思って。やばい、今鳥肌立ったんだけどえ、やった、うん、でもそうかも。確かに結構意志の強さみたいな、目に現れるうるうるっていうよりかは、うん、結構まっすぐな強い目だよね。うんうん、しかもさ、うん、その集中力とかで言ったら、より今回のステージすごい良かった気がするんよね。うんうん、確かにね。なんか、まあ、衣装着替えたからっていうのもあると思うけど、うん、がっつりなんかやっぱちょっとレベル違ったよね、集中力というかね。うん、うん、よかったね。うん、うん、なんかマーゼルがね、なんかなおさら楽しみになるっていうか、うん、どういう感じになるんだろうっていうのがすごいワクワクが止まらない今。うん、いや、私も同じくさ、アイドルっぽいから可愛い感じの方かなって、なんかその可愛さを売りにするようなタイプの方かなって思ったんだけど、そのステージとかでも、うん、今そんな感じしないもんね。なんかそう、うん、そうなん、全然違う。なんかやっぱさ、プルプルプルリーンのイメージちょっと強かったからちょっとあざとみたいな感じかと思ったら全然違うからさ、うん、そのギャップがやばいよね。いや、いいね、面白いよね、うん、あとあれだもんね、マサニーとさ、 INI のマサヤ先生と一緒にやられてたんでしょ、前なんかで、ね、どうやらそうっぽいね。やばいよね、その世界線何ってなったよね。ねえ、ちょっとそこも深掘りしたいよねしたいしたいしたいで、以上でね、今回ミッションミッションの 10-2 話してたけど、まあ、ここまでだから、こっからね、順位っていうか、まあ呼ばれるやつ、まあ、がっつり次だね。うん、うん、まあ、だからさ、次のうちらの感想が楽しみだよね。そうだね。